サンタクルス島地形図サンタクルス島は面積986平方キロメートル、標高864メートルのガラパゴス諸島の島の一つである。島の名は聖なる十字架にちなんで名付けられ、その英名はイギリス海軍艦船のインディファティガブルより与えられた。ロスヘメロスの陥没とスカレシアジュリンサンタクルス島は群島の中心に位置しており、 イサベラ島に次いで2番目に大きな島である。およそ200万年前に形成された、この島は大規模な旧火山であり、その最後の噴火はおよそ150万年前に起きたと推定される。その火山活動の歴史的証拠として、マグマだまりの崩壊によって形成されたロスヘメロス、またはザツインズと呼ばれる2つの大きな穴がある。また、溶岩トンネルが、 各所に見られる。島の中心は南海岸に位置するプエルトアヨラであり、サンタクルス島で最も人口の多い、この町はまた群島の中でも最大の住民を受け入れている。中心地となるアカデミー湾のプエルトアヨラのほか、島にはいくつかの小さな村があり、その住民は農業や牛の飼育を仕事としている。チャールズ・ダーウィン。 研究所板バカ海峡サンタクルストへの入植は1930年代より始まる。1935年、フロレアナ島への入植を断念したノルウェー人のうち少数がサンタクルストに移住した。入植はアカデミー湾を中心として、やがて島の中原にベラビスタやサンタローサの村も成立していった。 1964年1月、アカデミー湾の東岸に、チャールズ・ダーウィン研究所が開設された。また、1968年10月に、ガラパゴス国立公園管理局が、チャールズ・ダーウィン研究所の中に設置された。1970年には、群島の他の島と共に居住、農耕区域が定められて、国立公園から除外され、1972年には、 国立公園管理事務所が、チャールズ・ダーウィン研究所と隣接した場所に開設された。1970年代になると、アカデミー湾のプエルト・アヨラから、空港のある、バルトラ島に通じる板バカ海峡までの延長 42km に、及ぶ、バス道路が1975年に完成し、観光客の増加に伴いアカデミー湾沿岸部に、ホテルが設けられていった。 ガラパゴス諸島は、1978年、世界遺産の自然遺産第1号に登録された。以下に2000年以前の島内の人口推移を示す。1982年の資料はがある。サンタクルス島の居住人口は、2004年には11,388人で、あったが、2010年には15,393人となった。トルト湾の海岸群島は、 赤道上に位置するが、ペルー海流が冷たい海水を送り込み、また、南東貿易風により、ほとんど一年中よく霧雨を降らせる。ガルアと呼ばれる、冷涼期には、アカデミー湾の海面温度は平均摂氏22度である。また、冷たい風が常に、南内市南東から吹き込んで頻繁に霧雨を、もたらし、ほぼ終日、濃霧が島を隠し続ける。温暖期には、 海面温度は平均摂氏25度に上昇し、風は吹かなくなり、時折の強い雨と強い日差しがある。島では、標高が増すとともに、気候も変化する。高地になるにつれて温度は、次第に低下し、斜面の雲の中の水分が凝結することで、降水量は増加する。標高だけでなく、位置や季節によっても、ある場所と別の場所では、降水量に、 大きな変動がある。いかに1969年の雨量を示す。この表はサンタクルス島の異なる場所における降水量の変化を示している。降水量は地理的位置においても異なる。1969年の3月、サンタクルス島の南海岸にある観測点、チャールズ・ダーウィン研究所の降水量は249.0ミ、mm、リメートルであったが、 島のすぐ北側にあるバルトラ島の同月の降水量はわずか137.6ミ、mm、リメートルであった。これはバルトラ島が南側から吹く南東貿易風に対してサンタクルス島の後ろに位置しサンタクルス島の高地においてほとんどの水蒸気が落下するためである。毎年ごとの降水量にも著しい変動がある。チャールズ・ダーウィン研究所の観測点では 1963年の降水量は約470ミ、mm、リメートルであったが、1970年は84ミリメートルとなり、1969年3月の降水量249.0ミ、mm、リメートルに対して、1970年3月の降水量はわずか1.2ミ、mm、リメートルであった。スカレシア・バヤシ、サンタクルス島のような大きな島では、 一般的に高地の湿潤地帯と低地の乾燥地帯に見られるような影響を植物症に与える。高地の植物はところどころ熱帯のソリンを示すような緑豊かな傾向がある。低地帯では多くは棘のある低木やサボテンのような乾燥、または半乾燥地の植物であり、他はほとんどが露出した火山岩となる。かつては食用、 干渉用、または有用剤として、植物の持ち込みが自由になされ、それら数多くの植物が気化し、野生化している。例えば、サンタクルス島の湿潤地帯の上部より高地では、栽培果樹の高木であるグアバの野生化が見られる。赤キナの木は、マラリアの特効薬であるキニーネを生産する木として、島内に輸入され、ミコニア林から草原高地帯に野生化し、 スカレシア・バヤシにも拡大している。低木では、キーチゴ類のルーブス・ニビアスが1990年代初頭より認められている。また、果物時計層の木下が1975年に確認され、湿潤地帯に見られる。サンタクルス島には、ウミイグアナの固有アシュ、a c ッシが分布するほか、北西部にガラパゴスリクイグアナも生息する。また、 溶岩と影類としては、A、ガロポゴスラバリザードが分布する。サンタクルスゾウガメ新種となったファウストガメ、サンタクルス島には、かつて、ガラパゴスゾウガメの固有アシュとされていたが、現在は固有種に分類される、サンタクルスゾウガメが生息する。その個体数は1974年の調査により、南西部に2000から3000頭、東部に100頭とされた。 このように以前より南西部方面の個体群と東部の小規模な個体群の二つに分かれることが知られていたが、2015年遺伝子解析によりこれらは別種であると発表され、その結果、東部の個体群は新種としてファウストガメと新たに命名された。その名称は長年ロンサムジョージの飼育に携わったファウストジェレナ・サンチェスの名による。 この頭部のファウストガメの個体数は、現在、約250頭とされる。ダーウィンフィンチ類が生息するほか、ガラパゴス諸島に分布する、マネシツグミ類として、ガラパゴスマネシツグミの元アシュ、MP パルビラスが生息する。ありがとうございます。